トーラス PT92 は、ブラジルのトーラスアームズ社が製造している自動拳銃で、イタリアのファブリカダルミピエトロベレッタ社が開発したベレッタ92のライセンス生産モデルである。本銃は、ブラジル空軍の装備近代化計画において、M1911 に代わる次期正式採用拳銃のトライアルに向けて、かつて存在したベレッタ社のサンパウロの工場を買収したトーラス社は、 92の製造ライセンスをもとに、いくつかの独自改良を加えて製造を行い、同トライアルに参加した。同社はトライアルで要求された部分に改良を加え、トリガーガードを大型化した量産系を完成させ、トライアルを通過した本銃は、ブラジル空軍に加え、陸軍でも正式採用となった。それと、並行して、同社は一般向けのシビリアンモデルも生産し、 アメリカ合衆国等の海外への輸出も行った。本銃は2020年現時点では、トーラス本社と、そのアメリカ法人であるトーラス USA から、製造、販売されている。オープントップスライドや、プロップアップ式ショートリコイルの作動方式、コンベンショナルダブルアクショントリガーに使用弾薬等、あくまでライセンス生産モデルであるため、 基本的な仕様は同じだが、オリジナルの92との大きな違いは、92S 以前の初期型の92がベースであるために、マニュアルセーフティがスライド側ではなく、フレーム側左後方に設けられており、本銃のものはハンマーのコッキングに関係なく、セーフティ状態にすることができるため、コックロックも可能となっているほか、前述のトリガーガードはダブルハンドホールディングに向くよう、 先端部が角形となった。素材の違いでは、マットブラックモデルとポリッシュドステンレスモデルが存在。ありがとうございます。